土井ヶ浜遺跡は山口県下関市方北,北町土井ヶ浜にある弥生時代前期から中期の墓地遺跡である。選手の墓あるいは英雄の墓などと呼ばれる。土井ヶ浜遺跡の発見は1930年まで遡る。1930年晩秋夕刻神玉、小学校教諭、河野秀夫により砂丘中に六体の人骨が入った石棺が、 露出しているのが確認された。翌1931年3月9、山口高等学校、小川五郎、旧京都帝国大学、三宅宗洋志らにより人骨収集と、学会報告が行われ、土井川浜遺跡と命名された。戦後、神玉、中学校教諭、江藤俊一が砂丘で収集した人骨や土器の破片を、九州大学医学部に届けたことを契機に、 1953年、九州大学医学部教授、金関武を中心とし、日本学術会議、日本考古学協会の協力の下で、本格的な発掘調査が5年間にわたって行われた。その成果により、1962年に、砂丘の一部が、国の史跡、史跡土井が浜遺跡に指定された。現在では、遺跡のほぼ全域が土井が、 浜や生パークとして整備され、土井ヶ浜遺跡、人類学ミュージアムが作られている。土井ヶ浜遺跡は、響き灘の海岸から300メートルほど入ったところに、ある。海岸沿いに砂丘があり、それに直行するようにもう一つの砂丘がある。この海岸と直角にある砂丘を利用して墓地がある。東山約120メートル、南北約40メートルほどの広さである。 これまでに、延べ19回の学術調査が行われ300体を超える、弥生人の骨が見つかっている。砂の中に混じっている、貝殻の石灰分が骨のカルシウム分の保存に適し、人骨の保存状態が良好である。出土した人骨の形質が縄文人のそれと異なる。ことから、土井ヶ浜遺跡は、稲作文化と共に、中国大陸側から渡来した。 弥生人の墓地として注目されてきた。埋葬の様子は砂地を掘り、その中に遺体を安置し、砂で覆う簡単なものが大半である。他に箱式石棺や石が濃い、四隅や頭辺、足元などに排斥するなどである。簡単な墓標を設けているものなどが見られる。弥生の被葬者は頭を東に向け、両手を胸で合わせ、足をやや折り曲げて足首を縛った。 呂画の姿勢をしている。本遺跡の被装者も共通している。抜措も多く見られ、体を切断された遺体もある。1953年の第一次調査で創年の女性人骨で胸部から鳥の骨が検出されたことから鳥を抱いて埋葬されたものと考えられている。弥生時代の人々は鳥を神の国と人のよう仲立ちする死者と考えていたことがわかっている。 このことから、この人骨は、特別な霊的能力を持った女性シャーマンの埋葬霊ではないかと推定されている。また、ウが水田稲作を行う集団にとって、特別な鳥とみなされていたと推定されている。ウの羽は安山のための霊的な力を持つということが、木、木の中で語られている。英雄は78人以上の人々と共に、 海岸の墓地に眠っていた弥生前期の人で、1954年の第二次調査で出土した第124号人骨のことである。この人骨の胸から腰にかけて15本の石族が打ち込まれていた。至近距離から打ち込まれたものとされ、土井ヶ浜の村を守るために戦った戦士であったとも考えられている。彼は体格のいい成人男性であり、右腕に、 南東産のご法ら外で作った腕輪をしていることから南方系の人々と関係が深いと推定することができる。土井ヶ浜人は頭が丸く、顔はな長で扁平であり、四出骨は長く、男性の平均身長は縄文人より3から5センチメートルほど高く163センチメートル前後と推定された。このことから金関武雄はこれらの集団が 朝鮮半島からのトライ者と土着の縄文人との根血であろうと考えた。また、土井ヶ浜人の故郷が朝鮮半島北部と思われることを示唆した。萩原和夫は中国東北地方、あるいは東シベリアに起源地がある可能性が強い。根血に対してはトライ人そのものであると主張し、その証拠に4世紀の京昌南道近海の例、浅戸遺跡の人骨が 極めてよく似ているとしている。しかし、その後、霊安里遺跡人骨との比較分析が行われたが、形質的な同質性を見るに至らなかった。同じ継承南道の海岸線にある六島などの比較的土井ヶ浜遺跡と年代の近い人骨との比較ではかなり異なっていることが分かった。最近の調査で中国山東省の遺跡で発掘された 関西の人骨資料の中に、土井ヶ浜人と、極めてよく似た形質を持つ資料が多く見つかっている。ありがとうございます。